8番人気、14番ウォッカ。ちょっと寒さ続く京都レース場、試練が待ち受けていた。雪降る URA ファイナルズ予選芝1800、勝利にたどり着くのはどの馬娘だ。さあ1番人気の紹介です。待機シャトル。続く2番人気はエアグルーヴ。注目の天皇賞馬娘ウォッカ、7枠14番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先頭はダイワスカーレット、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはイキシャトル、3番手ヒシアマゾ、4番手には9番西のフラワー、外から行く、さらに外から17番ウォッカ。落ち着かない様子、冷静さを取り戻せるといいのですが。ダイワスカーレット快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはダイワスカーレット、このままリードすることができるか。続きましたヒシアマゾ、その外並んで17番待機シャトル、ここにいます。西のフラワー続いている。そして11番、それを見るように6番9番、並びかけてきた。それを見るように2番、その後からキングヘイロー、少し離れてウォッカ、少し後ろからグラスワンダー、1馬身離れて15番、少し離れて18番、すぐに続いて3番、少し離れて13番、そのうち並んで7番エアグルーヴ。最後方からのレースになりました。ダイワスカーレット先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ダイワスカーレット彼女の脚質には合っていますね。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。さあいよいよ直線だ、どのタイミングで誰が仕掛けるのか。ウォッカ前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。残り4分、最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのは待機シャトル、外から上がってきたのはウォッカ。ウォッカすごい足で上がってきた、200を通過、強い強い。ウォッカ足は衰えない。ウォッカリードは2馬身、2番手争いはグラスワンダー、待機シャトル1着はウォッカ。見事な走りで勝利を手中に収めました。ウォッカ URA ファイナルズ予選を制しました。2着はグラスワンダー、3着は待機シャトル。6番ウォッカ、4番人気です。美しい青空が広がる東京レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。現在1番人気はサイレンス鈴鹿、続く2番人気はエルコンドルパサー、注目の天皇賞馬娘ウォッカ、3枠6番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート、各馬娘
スで綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはサイレンス鈴鹿。1番10番これから第2コーナーへかかっていきます。サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ期待に応えてサイレンス鈴鹿逃げる逃げる早くも先頭。続きました1番早くも激しい競り合い向こう正面に入って先頭から進軍までおよそ11馬身1番先頭に勝ちました。続いてサイレンス鈴鹿激しい先頭争い3番手には12番外を回って14番10番追走それを見るように桜庭クイーンを外を通りましてレジルマスクイーンそのうち並んで岩早秀4番内から行くさらにはエルコンドルパスターそしてそのうちから行ったのは13番その外並んで18番そしてその後方にはウォッカそしてその後ろから行くのは16番9番並んでくるそしてその後ろから行くのはオグリキャップ後方2番手に成田大臣最高峰ポツンと1人7番大手焼きを越え4コーナーへ先頭は見合ったまま果たして抜け出すのは誰だウォッカここから仕掛けどころだが先頭を伺うのは12番さあ中田に先頭を伺うのは12番まだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのか最後のコーナー最初に立ち上がったのはサイレンス鈴鹿外から上がってきたのはウォッカ栄光まで400で飛び込んできたウォッカウォッカ見事なごぼう抜きを見せるウォッカずんずんと上がっていくウォッカここで抜け出したウォッカここから一気にちぎれた残り200ウォッカ足色は衰えないウォッカリードは3馬身先頭は変わらずウォッカウォッカこれは完璧な勝利です他の追随をまるで許せなかったぞウォッカ URA ファイナルズ準決勝を制しました。頂点まであと1つ決勝へと駒を進めた。2着にはサイレンス鈴鹿3着は桜庭クイーン王曇り空の下、中山レース場芝 1800URA ファイナルズ決勝16人の馬娘たちが挑みます。現在1番人気はマルゼンスキー実力は負けていません。2番人気テイエムオペラ王注目の天皇賞馬娘ウォッカ5枠9番での出走気合十分いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはニホノブルボンマルゼンスキー1番1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。ニホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭はニホノブルボン単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー1番3
に11番アグネスタキオン、内から行くマルゼンスキー、ペースが速い。さあ期待に応えてマルゼンスキー、逃げる逃げる、早くも先頭。続いてリコノブルボン、2馬身3馬身開いて1番アグネスタキオン、並びかけてきた5番手11番、すぐに続いてハッピーウィーク、向こう正面に入って先頭から進撃までおよそ13馬身、現在1番手はマルゼンスキー。続きましたリコノブルボン、3番手にはアグネスタキオン、あとはハッピーミーク。1番続いている、少し離れて11番、外目をついて13番、外にはカフェテリア春限定メニューの